ビ。我が名はジョフク。不老不死の戦略を求め海を渡ったロマンあふれる男。この探し物富町にその手がかりがどこかに。よし行くぞ。今日の探しテレビはジョフク桜健康ウォーキングの話題です。ご案内はジョフク桜健康ウォーキング実行委員会の皆さんです。お願いいたします。お願いします。ウォーキングは健康維持のための運動としても注目されていますよね。普段何気なく行っている歩くという動作は実は全身の筋肉や神経を使って行う大変な動きなんです。だから歩くと良いことが期待できるんですよ。やろうやろうとは思うんですよ。でもなかなかきっかけが。だから一緒に歩きましょう。ジョフク桜健康ウォーキング。春の恒例イベントで旧国鉄佐賀線の線路跡を整備したジョフクサイクルロード 5.7 キロ歩くコースです。満開の桜並木を一緒に歩きましょう。ウォーキングは気軽にできるのがいいですよね。歩くコースはスタートは諸富文化体育館、そこからジョフクサイクルロードを通って旧三ノ輪駅で折り返し、ゴールは諸富鉄橋展望公園です。健康づくりの第一歩、いいきっかけになりそう。ジョフク桜健康ウォーキングは3月25日、受付は8時30分から、スタートは9時45分です。参加料は無料、お問い合わせは0952-47-2131まで。歩きに歩いたが、戦略が一向に見つからん。でもなんだか体が軽くなったような。ここに長寿の秘訣が。よし、歩くぞ。